今週の信頼、ツインエンジェルパーティー。ボーナス &CZ が参加率約1.99、設定1、天井が555ゲームで、ATA リセット後は333ゲーム、コイン持ち 1K50 枚 35.6 ギガ、A プラス AP 機。AP 純増約 2.0 枚、10位でなのはギリギリありかな。でも純増2枚だと天井555ゲーム、右矢印残り有力か。945ゲーム、純増2枚イコール1890枚、もうこれは仕方ないのかな。ボーナス中はしらみたけど、多分純増2枚ぐらいのペースだったかな。多分合ってるはず。もしボーナス中は純増早ければいいけど、朝1リセット時は天井が333ゲームに短縮されるという恩恵あり。有力感ランプの判別は調査中。調査台数116台、まずは即村地の恩恵はないですね。あっても朝1効果しかで即ボナ引けば AD に入りやすいぐらいの恩恵だと思うので、朝から狙える台ではない。初当たりに AD の優遇はあるのか。初当たり108回中20回がボナ前に AD に入っている。天井は除外、うち16回が100ゲームから150ゲームに当選しているので、もしかしたらリセット後その辺りにゾーンがあるのかもしれないが、詳細は不明。リセット台は即村地の恩恵はなし。もしかしたらリセット後100ゲーム付近に何かしらのゾーンがあるかもしれないが、解析を待った方が良い。通常時は555ゲーム、設定変更後は333ゲーム、天井狙い目、天井まで100ゲーム以内、後は AP5 引き戻しゾーン抜けでやめ。高設定示唆、その他ブログにて公開中。リセット恩恵は天井短縮しかないようなので、それが残念ですね。即村地で何か恩恵あればよかったが、おそらくない。100ゲーム付近に何か恩恵などあれば都度更新していきます。高設定に関しては割と安定して出る気がするが、とにかくボーナス確率でかなり荒れそう。勝利を安定して掴むなら最低でも設定4以上は打ちたいですね。さらに詳しくはブログにて公開しております。概要欄にリンク貼ってます。チャンネル登録よろしくお願いします。